忍術戦一夜。皆様こんにちは、本間千代子です。先週に引き続いて、今日も戸隠流34代をお継ぎになっていらっしゃる初見義明先生の話を伺うことにしましょう。先生こんにちは。こんにちは。先週は忍術の歴史などのお話を伺ったんですけど、今日はもう少しそれを詳しく聞かせていただきたいんですけど、はい、今日は何にしましょうか。そうね、やっぱりこの手裏剣っていうんですか、その話を。はい、わかりました。じゃあ今日は手裏剣にいたしましょう。はい、お願いします。手裏剣の話ですね。手裏剣はね、非常に危険なんですよ。あんなテレビや映画のように、派手なことはできないんです。僕たちでもだいたい5年ぐらいかかってどうにか正しく投げられる程度になるんですから、手裏剣は、まあ、坊やたちは、真似して忍者ごっこなどに手裏剣を投げないようにしてくださいね。それを約束していただいて、まあ、忍術の手裏剣の投げ方のお話をいたしましょう。はい、わかりました。皆様わかっていただけますね。先生、この番組をご覧の皆様はきっと大丈夫ですわ。じゃあね、今日はね、手裏剣についてお話ししましょうね。その説明から入りますね。これがね、棒手裏剣なんですよ。これはね、刺さりますとね、とってもその深く入るんです。危ないですね。危ないですよ。それからこういうね、四角いやつとか、こういう六角のやつありますね、八角とかね、こういうやつはですね、よく当たるんです。ですけれども深く入らないわけですね。それから先生ね、はい、ここに丸いのや四角い穴が開いてますでしょ。開いてますね、こういうふうにね、こういう丸いやつはですね、この中に火薬を入れましてね、それで投げるんです。そうしますとね、敵がね、潜んでいる場合ですね、この明かりで分かったりですね、そうですか、するわけですね。それからこういう四角いやつがありますね、これはもちろん火薬も入れますけどもね、釘抜きに使うんですよ、これを。釘抜きに使うんです。それからね、まだまだたくさんいろいろなね、手裏剣の種類があるんです。それちょっとね、説明しましょうね。はい、お願いします。これが実用流ですね。これは本当に実用的に大きな手裏剣ですよ。その次にこれが真流ですね。これが陰気あり、これが手裏剣の棒手裏剣の元祖だろうと言われているんです。それからこの2つちょっと変わったやつがありますね。これが根岸流です。こう毛がついてますね。これで手裏剣の平行を保つわけですね。それから昔、大昔は石を投げたものなんですよ。それで石を投げているうちに今度は鉄板を投げることを覚えまして、その鉄板からいろんな風に切り刻んで、こういう八方手裏剣とか流用剣とか鉄管というような手裏剣が生まれたんですね。随分いろんな種類があるんですね。そうですね。あ、先生、これはお金みたいな。そうです。これ昔銭投げというやつがありました。じゃあお金なんですか。そうです。あ、そうです。投げちゃうんですよ。先生、今日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週お目にかかりましょうね。忍術戦一夜。皆様こんにちは、本間千代子です。さあ、今日も先週に引き続きまして、戸隠流34代をお継ぎになっていらっしゃる初見義明先生のお話を伺うことにしましょう。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は先週に引き続いて、これのお話をお願いしたいんですけど。そうですね、まずね、今日手裏剣の投げ方をお話ししますけどもね、はい、非常に危険ですからね、真似をしないということを約束していただいて、はい、それから入りましょうね、はい、皆さんもよくお分かりですね。まず棒手裏剣についてお話ししましょうね。棒手裏剣にもいろいろ種類がありましてね、この手裏剣は直打って言いまして、まっすぐに投げるんですね。それから流派によってこれを回転させて投げるやつがありますね。それは白井流って言うんですけど、それからこれは、ちょっと変わった投げ方をするんです。忍者特有の棒手裏剣ですけど、上からピュッとこう投げるわけですね。こういうものを投げたフィルムがここで危ないですから取ってありますから、それを見ていただきましょうね。すごいですね。先生、ここまで来るには大体何年ぐらいかかるんですか。そうですね、一つの手裏剣を投げるのにですね、大体5年かかるんですよ。5年ですか、わあ、大変ですね。それじゃあ簡単な気持ちで手裏剣ごっこなんて言ったらとっても危険ですね。危ないですね。ですから小さいお子さんなんかね、投げないでいただきたいんです。はい、じゃあ次にね、この手裏剣をね、投げる技をやってみましょうね。
まずこれ横に9枚持ちましてね、こう投げるんですよ。9枚持つ、それで、それから逃げるときにはこういうふうに投げて逃げていくわけですね。どうして9枚持つんですか？あの9枚がね、昔のね数字の最高の数字だっていうんですね。あ、 そうですか。それで、まあ、9枚持ったはずですね。それで横から投げるっていうのはですね、あの非常に狭いところでもすぐパッ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 と投げられるというわけで、それで横から投げるわけですね。それから十字手裏剣なんかですね、こういうふうに持って、それでピャッと投げるやりますけどね。というわけなんですよ。どうも先生、今日はありがとうございました。それでは皆さん、また来週お目にかかりましょうね。さようなら。忍術戦一夜、お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。さあ今日も先週に引き続きまして、戸隠流忍法34段をお継ぎになっていらっしゃる現代の忍者、初見義明先生をご紹介しましょうね。皆さん、こんにちは。先生、今日は、この番組をご覧の皆様からのご希望なんですけれどもね、忍術の巻物ってありますでしょ？あります。これがそうなんですよ。なんていうのかしら、私たち映画とかお芝居とか、あと漫画の本なんかでそれをこう加えてね、ドロドロドロンってやると、なんか昔が消えたらしいんですけど。それはね、嘘なんですよ。でね、これは、天文の巻物なんですけどね、はい、天気予報が書いてあるんです、ここに。ああ、そうですか。それで、よく霧隠れ斎蔵がですね、昔霧が出てくるという、はい、その日を知っていましてね、それで、無頓の術を使ったわけですね。それで霧の中に消えていっちゃうというようなことを予知してですね、そうですか、やったわけですね。だからもう一つはね、この中にいろんな忍術の道具のことやですね、それからいろいろな実のことが書いてあるんです、それで、まあ、一応いろんな珍しい技が自分で編み出したらですね、そこへ書いておいて、まあ、後世の人に残すということもしたわけですね。言うなれば、まあ、忍者の卒業証書みたいなですよ、これはね。あ、そうですか。それで先生、なんかこんなことしてドロドロドロンってやるのありますでしょ？あれは本当なんですか？まあまあ本当なんですよ。それでね、呪文と結印を結んでですね、自分の精神力を強くしてですね、それでいろいろな行動をするわけなんです。呪文と結印って、こういうふうなね、これが結印なんです。それでこの時、過去来投資悪魔不動というと敵が動かなくなったりするわけですね。それからこういうやつとかね、それからこういうやつでカモアと唱えてですね、こう見るとね、暗黒投資術って言ってね、暗闇でもね、敵が見えるわけです。それからね、こういうふうにやってですね、不動無能というとですね、精神が落ち着くわけですね。それでまあ勉強もよくできるというわけですね。で、昔こういうふうに結んでですね、関所なんか通るときですね、自分は変装していても忍者だというような、その挙動でいるとそのおかしいでしょ、キョロキョロしているとね、その忍者だということが分かっちゃいますから、これで落ち着けて、それでそのスタ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 とその関所を通っていくというわけですね。こんなことをしました。こうしてなんて唱えるんですか？こうやってですか？不動無合と唱えます。不動無合、不動無合ですね。そうです。皆さんもやってみてくださいね。それでは先生、今日はどうもありがとうございました。皆さん、また来週お目にかかりましょうね。さようなら。忍術戦一夜、皆さんご機嫌いかがですか？本間千代子です。さあ今日も皆様おなじみの初見義明先生をお招きしてお話を伺うことにしましょう。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は忍術に使う道具と、はい、それからその使い方についてお話を伺いたいんですけれども、はい、いや今日はね、はい、忍者の衣装とですね、それから忍び刀についてですね、はい、お話しましょうね。はい、はい、お願いします、はい、お願いします、忍者に来ていただきましたね。まず忍者の衣装の特徴についてお話ししましょう。まずこの衣装は、素法色といいまして、赤が3、黒が7の割で、染められた衣装を着てますね。この色は闇に溶ける色なんです。次に、裏はですね、こういう風に、
土色をしていますね。また、白いとか水色とかいろいろな、まあ、その豚業の実によって、違うカラーの着物を着るわけですね。それから、敵の、刀を避けるためにこういう鉄のついた鎖片びらなどを着たことがあります。それからこういう手交換って言って、この中にずっとその鉄が入っているんですよ。そして相手の刀を避けて取ったりするようなこともします。それからこの三尺手ぬぐいですね。これは覆面に用いたりですね。それから、汚い水がありますね。その次こういうふうに畳んでこれを水の上に置いて、そして水を飲むと、そうするときれいな水になるわけですね。次にこの刀についてお話ししましょうね。はい。刀はですね、抜くと鞘より短いんです。そして狭いところでも戦いいいようにできてるわけですね。それと同時にこの鞘の中に、目つぶしが入ってるわけです。そしてこれをかけてパッと切って逃げたりするわけですね。この作業は非常にまた長いですね。これは皆さんご存知でしょうけど、ではこの作業を使ったその忍者のですねアクションをね見ていただきましょう。すごいですね。先生これいいですね。夜遅くなってほら締め出された時なんか。やっぱりダメかしら。ダメですね。やっぱりね、はい、忍術はね正しいその行いのもとにその使わなくちゃいけないっていうことで、はい、正々堂々とね早く帰って門から入るようにしてくださいね。はい、それでは皆さんまた来週お目にかかりましょうね。忍術戦一夜。こんにちは、本間千代子です。今日の忍術戦一夜は先週に引き続きまして、トラクレ流忍法を次になっていらっしゃる初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。先生こんにちは。こんにちは。今日も先週に続きまして、忍術の道具のお話を伺いたいんですけれども、はい、はい、道具はねやっぱり忍者はたくさんこう使うんですけどね、本当はね忍者は道具を使わないで実をできればこれが一番いい忍者とされてますよ。そうです。じゃあね、一つ一つね、はい、説明いたしましょうね。はい、はい、お願いします。ああ、ずいぶんいろいろありますね。なんだかちょっと見たとこ大工さんの道具みたいなんですけど、これがシコロですね。これ変わってるでしょ、流線形でしょ。これはね、向こうにちょっとした障害物に穴が開いてますとね、これを差し込んでザーッと切ってるからですね。よく切れますよ。だからこういうやつもありますね。それからこれが飛びくないなんです。これでもってね土を掘ったりね、それからこれでもって松明を刺して持ってあるったり、それからこう武器にもなるわけですね。はい、これはトマクレ流独特の飛びくないってやつです。これは竹の中に入ってます。いつも入れておくときはですね。それから変わっているやつはこれが熊手ですね。これちょっと変わってますね。普段はこういうふうに持ってある。折りたたみになって、そうですね。それがね、何かこう目的を達すときにここに木のこういうやつをこういうふうに入れて、それで開いてこうかけやすくするというわけですね。それからこれが滑車です。これがねお城からお城の間で縄を張っておいたりしてですね、それでこれをこうかけて、それで忍者がこれにぶら下がってさーっとこう滑っていくんですね。とっても面白いです。それからこれが飛行鍵って言うんです。これ一つですけどね、これ二つはめるんです。両方へねこうはめましてね、それで敵の打ち込んでくる刀を避けて取ったりですね、それからこれで木に登ったりですね、それから、これでもって穴掘ったりね、いろんな風に使えるわけですね。それからこれが壺切りです。これはね片方を差し込んでね、障害物の場合これでもってこういう風に穴が開くんですね。大きな穴が開きますよ。これの倍の穴が開く。それからこれがね忍び杖なんです。これでもって塀にかけたりして登っていったり、敵の足に絡まいたり、まあ、忍者独特の杖です。あ、出ましたね。あらあらあら、すごいですね。これもね忍者のね忍び込む一つの方法なんですよ。あ、わあすごい。城外から城内へこうスルスルと入ってくでしょ。ああ。自衛隊のね連中部隊でもねこういうことやってますよ。あ、じゃあ差し詰め忍術は現代に生きるってわけですね。そうですね。
先生、今日はどうもありがとうございました。忍術戦一夜、お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。今日の忍術戦一夜も先週に引き続きまして、皆様おなじみの初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。皆さんこんにちは、初見義明です。先生よろしくお願いします。今日は何のお話ししていただけますか。今日はね、先週はね、忍びの道具の説明をしましたね、はい、で今日はこの逃げるときに使うね道具の説明をしましょうね。やっぱり逃げるときにも道具がいるんですか。あるんです。これがね鉄節なんです、はあ、それからこれが目つぶしですね。それからこれがかすがい。それからこれがねちょっと大きなとじめきですけどね、これでもってね襖の間を入れてですね、その、はあ、開かないようにするわけですね。これちょっとやってみましょう、はい、ね。とじめきですね、これをねこういうふうに入れましてね、横にしてこうやりますね。さあ開きませんね。それからまたこれがかすがいですね。かすがいはこのままこう打ちつければいいわけですね。そうしてですね、敵が追いかけてきた場合、その忍者がですね逃げる時間を稼ぐわけですね、またじゃなかったらその寝ている時ですね、その敵に侵入されないでその大丈夫だというようなことをするわけです。というわけなんですよ。すごいですね。ああいうね仕掛けをしてもね、その敵に追いかけられた場合ですね、襖を破られて、はい、そういう時にはねこういうものを用いたんです。何ですかこれ。卵なんです。この中にね、松ヤニとか、それから唐辛子とかね、それから火薬とか、それからいろいろな毒物を入れましてね、はい、それでまあこういうとこ入れたんです。で敵が追いかけてきたところをパッと投げると、そうすると敵がまあ見えなくなっちゃうわけですね。それからこれがね鉄菱なんです。鉄菱なんですよ。これをねやはりその敵が追いかけてきたら巻いたりですね、また逃げる前に巻いておいたりしてですね、その逃げていくわけですね。そのフィルムがありますからちょっと見ましょうね。はい。痛いですね、あれじゃね、僕はね、まだ僕踏んだことないですけどね、あれじゃ痛いですよね。で先生、今日はどうもありがとうございました。どうも。それでは皆さん、また来週お目にかかりましょうね。さよなら。忍術戦一夜、おかわりございませんか。本間千代子です。今日もいつものように戸隠流忍法を次になっていらっしゃる初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。皆さんこんにちは、初見です。先生よろしくお願いします。先週は忍者が追われた時にその逃げ方のお話を伺ったんですけれども、はい、今日はその追われないように、すなわち音のしないような歩き方とか走り方のお話を伺いたいんです。はい、わかりました。ね、忍者といえどもですね、やはりね音のするところをね歩きますとね、やはりその音をしちゃうんですよ、はあ、ですからね、そういうそのうぐいすばりとかですね、ひずめの響きの間とか、そういうところはなるべく避けましてね、その歩くわけです。それから室内ですとね、やはりそのこういう畳の真ん中を歩くよりね、やはりヘリを歩くとね割と音がしないんです。あ、そうですか。ですからそういうところを歩くように心がけると、はい、それから第二にですね、そのまずその音をしないように歩く方法を今度は訓練しなくちゃいけないわけですね。それにはですね、それにはこういう下駄を履きましてね、その氷の上とかですね、氷ですか。そうです。それから岩の上をねこれで歩くんです。チャッ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 歩きましてね、それでそのバランスを取ったりするわけです。でこれができましたら、その次に今度忍者特有のねこう横歩きっていうのありますね。面白い歩き方ですね。それでもってその歩いて縦横にその忍者がその動ける訓練をするわけですね。そのねフィルムがありますから、ちょっとそれを見てみましょうね。はい、出ましたね。Thank you.
ごいわ、これね映画で見ますとねとってもあのちょっとちゃんちゃんってやってるようですけどね、実際にやるとねとても難しいんですよ。すごいですね、すごいでしょ、先生ね、ちょっと話が変わるんですけど昔の忍者ってのはだいたい1日どのくらい走るんですか。そうですね、昔の言葉で言いますとね40里ですか。40里ですか。ってます、すると獅子の160キロですか。そうですねすごいですね、1日中かかってるんですか。まあそうでしょうね。そうですよね、ですから足は非常に大事にしました。ああそうですか面白かった面白かったですか。すごいでしょ、すごいですね、こういうことをね絶えずねあの訓練してそれでまあ実践に役立つようにですねしているわけですね。ああそうですか、先生どうもありがとうございました。それでは皆さんまた来週もにかかりましょうね。さようなら。忍術戦一夜。こんにちは、本間千代子です。こんにちは、八海義明です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの水遁の術っていうのかしら、あの水を渡る忍術のお話を伺いたい。はい、わかりました。あのね、水遁の術をねお話しする前にね、水遁の術はするにはどうしてもね水泳ができなくてはいけないわけですね。あそうです。本間さん水泳お上手ですかあまり得意じゃないんですけど100メートルぐらいなので。あそうですか、それは立派なもんですよ。じゃあね、この道具ね水中機からお話していきましょうね。はい、これはね水の中へ潜ってですね口にくわえてこう息をするために使うわけですね。いいですか。まあこんな具合でさね。それからねこの中へね火薬を入れるんです。それからまた合図用にね吹いたりもできるんですよ。やってみましょうね。でも面白い音がしますね。面白いでしょ、奇妙な音ですよね。ちょっとね、それからねこれを見ますとね一見何でもない竹筒ですね、これがねとっても水遁の術ではね重要なんです。あ、そうですか。この中に仕掛けがあるんですよ。ちょっとねお見せしましょうね。この中からこんなの出てくるんですね。これできてるのちょっとお見せしましょうね。はい、こんな風になってるんですよ。貝ですね。で、あ、今のがこう広がったんですね。そうです。それでこれでこう描いていくわけです。それからね敵が来ますね。あ、大変だって言うんでねそこから忍者はねこういうものを出すんですよ。あら、だから出てきますね。これ糞道です。ですから忍者はね鎖釜のね実もできなくちゃいけないわけです。それからね、まあこういう貝ができましたね。そうすると今度はこういう忍びのねあのイカダ、竹を切ったイカダとかヨシをこう切って丸めたイカダですね、そういうものが必要になってくる。まあやってますね。あれがそうですよ。はい、じゃあ次にね、あの水雲のねお話をしましょうね。これはね、この上乗って渡るもんじゃなくてね、これまたいてね、行くもんなんですよ。あ、そうですか。それでね、ウサギの皮とかね、馬の皮でできてるんです。これが水雲なんです。じゃ先生、今日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週、さようなら。忍術戦一夜。お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。今日もいつものように初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。皆さんこんにちは、初見義明です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの前の水遁の術の話があり、今日は火遁の術の方をお願いしたいんですけれども。あ、そうですか。はい、火遁の術はですね、火とかね、それから火薬を使いましてね、敵の目をね、くらます術なんですよ。じゃあそれをちょっとね、お話ししましょう。まずちょっと後ろを向いてください。はい。驚いた。驚いたです。お面なんですね。そうです。これがね、忍法、鬼火の術っていうやつなんですよ。これでね、一人の忍者が、今ね、の忍者がこういうものをかぶってですね、ふわーって息を、火花を吹いてるわけですね。で、もう一人の忍者が、一方の忍者がこっちにいるわけです。で、こっち注意をそらして、他のことを
仕事をするというわけですね。でこれの特徴はですね、この竹がありますね、この中に火薬をね詰めておくんです。それで口にくわえて、それでこう吹くわけですね。そうすると昔の人はね、鬼の面から火が出たととても驚いたわけですね。そうでしょうね、驚いちゃったですよ。それからね、もう一つね、あのカトンの術を使ったね、あの映画があるんです。それをちょっと見てみますね。面白いでしょ。ああいうふうにね、あの火を使ってね、やるのがカトンの術なんです。どうするのかね。ああいうふうにね、自分の体からね、ずっと提灯を離しておいておいてですね、そしてあの敵の目標からね、自分を避けるということもね、忍術の、あの、カトンの術の一つなんです。あ、そうですか。まだまだね、たくさんありますけどもね、はい、今日はこの辺でね、はい、終わりにしましょうね。どうも先生、ありがとうございました。